皆様、こんにちは。本日は地球環境戦略研究機関アイジスによります気候変動ウェビナーシリーズをご覧いただきありがとうございます。本日の進行を務めます気候変動とエネルギー領域津久井と申します。よろしくお願いいたします。来月11月6日から18日にかけてエジプトのシャルメールシェイクで第27回 気候変動枠組み条約締約国会議 COP27 が開催されます。そこで気候変動ウェビナーシリーズでは COP27 で注目されるポイントについて5回にわたって分かりやすく形式ばらずにコンパクトにをモットーに1時間でお送りしています。これまで資金適用グローバルストックテイク 緩和の4つのテーマを解説してきました。今回は5回目としてパリ協定第6条を取り上げます。COP26 にてパリ協定6条のルールの大枠が決定しました。1年が経ち、6条のルールメイキングはどうなるのでしょうか。カーボンクレジットの最新の動向と合わせてお送りします。まずは事務的なご案内です。 本日使用します資料は、アイジスのホームページにすでにアップしてあります。URL をチャットボックスに貼りますので、そちらよりダウンロードください。また、ウェビナー中のご質問、ご感想等のフィードバックは大歓迎です。ぜひ皆様の声をお聞かせください。その際は、ズーム画面下の Q&A よりお願いします。 Q&A には、いいねボタンがあります。実際に質問を記入していただかなくても、この質問の答えが聞きたいというものがありましたら、いいねボタンを押してください。質疑応答の時間では、いいねの数が多いものから順番に確認してまいります。また、途中、IGES の他の研究員も回答することがございますので、その点もあらかじめお伝えいたします。 事務的な連絡は以上です。それでは本日の解説に移ってまいりましょう。本日のテーマは COP27 の焦点、パリ協定6条のルールメイキングの最新の動向です。そして本日このテーマを解説しますのは気候変動とエネルギー領域、高橋副ディレクターです。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 高橋さんは炭素市場トラックで何度も発表していただいていますが、今回初めて参加する視聴者の方もいらっしゃいますので、簡単に自己紹介をお願いします。 ありがとうございます。IJS の高橋と申します。よろしくお願いいたします。えっと、私自身は、あの、パリ協定6条の、あの、交渉の、ま、調査、あの、研究ですとか、あと、カーボンクレジットに関する、え、ま、調査研究、あの調査研究もしております。で今回、あの、COP27 には、あの、来週11月2日から、あの、の方に、え、こちらを出発しまして、ま、最後まで、え、いる予定です。あの、あまりちょっとパッキングが全然終わっていなくて、ちょっと土日に頑張ろうかなと思っています。あの、本日はよろしくお願いいたします。 はい。よろしくお願いいたしますえ。本日はこの2名でお届けしますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、早速、高橋さんより説明いただきます。高橋さん、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。えそれでは、あの、本日え、パリ協定6条のルールメイキングの最新動向というタイトルでえご説明をしていきたいと思います。あの、最初に、えっ、ー、と、ちょっと今、 今回のですね、えっ、ー、と、資料については、ちょっとあの難しいかもしれないんですけども、あのできるだけ分かりやすくお伝えしていきたいと思います。あの、リハを水曜日にやったんですけども、ちょっと自分自身でもあのかなりこれは難しいなと、えー、感じてですね、あのちょっとだいぶ資料はかなり作り、えー、直しましたけども、あのぜひ皆さんの,の方に最新の動向をお伝えできればと思います。であの本日なんですけども、あの大きく4つの項目で、えーまあ、順に説明をしていきたいと思います。最初に あの本日、かなり民間企業の方々が、えー、出席いただいていてあの、事前には約1000名ぐらいのです、ね、登録もやってあの、現在も、えー、ライブで参加している方、かなりあの増えておりますあの。最初にカーボンクレジットの最近の動向、ポイントのみご説明をして、あと6条の交渉の状況、えー、そして6条2項、6条4項のポイントについて説明をしていきたいと思います。 で最初にあのカーボンクレジットの重要なポイントをまあ簡単にまあ今年の振り返りとともに説明をしていきたいと思います。であのまあ今年あの6月に VCMI の,の最近の動向というタイトルであのウェビナーもー開催しましたけども、その時にもこの重要な3つの点はあの触れさせていただきました。 であのーまあ、昨年からあのカーボンクレジット、すごく盛り上がってはいるものの、やはりあのその質に対するまあ懸念であったり、あのその使用をすることに対してもあの懸念がまあ出されていたわけなんですけども、あのーまあ、今年この高品質なクレジットをまあ巡って、さまざまなあの国際会議であったり、まあ、G7 の場でもまあ言及がありました。 で特に ICVCM、英語で言うとこの Integrity Council for the Voluntary Carbon Market なんですけども、えー、2020年にあのマーク・カーニーさんが立ち上げたあの旧旧 t s v c m ですね。そちらでこのカーボンクレジットの品質を、あのーまあ、決めるための,あの基準作りを進めていたんですけども、ちょうど今年8月に、えー、このコアカーボン原則という、えーまあ、基準の、まあ のの案ととなるです、ねえー、ものがあの発表されたところですであの、まあ、10個ぐらいの原則があって、ですねでかつ、あのまあ、この原則をまあ満たすクレジットをまあどう評価するかというあの枠組みも発表されているところです。であのこれ以外にもいろんなですね、えー、他にも民間のイニシアティブで、まあ、CCQI というですねカーボンクレジットのまあ品質を あのまあ、チェックするようなこうツールを作ったり、えー、というそんな動きが出てきていますでこの高品質なクレジットは、まあ、あの今年ずっと議論されてきて、まあ、おそらくあのこのコアカーボン原則が、まあ、来年最終化、えー、されれば、まあ、一旦こうあの議論は、まあ、目処はつくんじゃないかなというふうには考えているんですが、ICVCM の,のウェビナーを聞くと、まあ、今後もさらに 変更の可能性があるということで、まあ、あ定期的な見直しというのは今後も行われるんじゃないかなというふうに考えています。で、2点目、あのインフラで、やっぱりクレジットをですね、取引、あと、まあえー、していくためには、まあ、はそれを管理するシステムが必要になります。であのまあ、京都議定書の時にも えー、クレジットの取引というのは、あの、目標達成に使用されていましたけれども、まあ、そのクレジットを管理するシステムは登録簿というふうに呼ぶんですけども、まあ、この整備が、あの、6条の交渉では、えー、進んでいたり、あとちょうど10月末にですね、えーまあ、今週ですけれども、シンガポール政府と世界銀行、あと、i、えー、イ t a 国際排出量取引協会、まあ、この3団体が、えー、クライメイドアクションデータトラストという,というイニシアティブを、えー、立ち上げたばかりで、 えとこれは何な,何なのかと言いますと、まあ、クレジットは今後、相当調整を適用したり、あとクレジットのまあ品質の高いです、ね、クレジット取引をする上でまあまで、透明性が高く、えー、こうまあ情報開示もしながらこうまあ流動化させていく、まあ、そういったあのイニシアティブでは今後、そういったシステムを民間ベースで検討していくというものになっています。まあ、日本国内で GX リーグがです、ね、経産省さんを中心に今、 え準備が進んでいいるとところかと思いますで3点目が情報開示であの、やはりあのクレジットを使用するには、それがどんなクレジットなのか、でまた、えー、どれぐらいのクレジットを、まあ、この将来の脱炭素計画、まあ、削減も含め達成に使っていくのか、あのそういったところがあのこれも重要になってきて、ですね、えー、この情報開示、まあ、透明性が高く、どれぐらいの計画でいつまで使うのかというところは非常に現在、重要になってきているかなと思います。 でこのカーボン・クレジットの,あのこういった重要なポイントを踏まえつつ、まあ、今後どうなるのかという、まあ、最新動向を、まあえー、共有していきたいと思うんですけども、まあ、2つあの6条と今自主的炭素市場でそれぞれ、えーまあ、あのいろんな動きが出てきているわけなんですけども、えっとまあ、6条の方にまず注目すると、えーまあ、6条に参加をする国、まあ、特にプロジェクトの、まあ 実施国となる、まあ、途上国、そういった国にやはり、あのーまあ、削減にも寄与しますし、まあ、何かしらこう、あのーまあ、金銭的なメリットもあるかもしれないということで、えー、この途上国の関心というのは非常に高まってきています。であの今後、その供給という観点でまあ影響を与える一つの要因としては、あの特に6条4項については c d m の えー、後継版になりますので、まあ、監督機関がいつ頃どんな形でまあ整備を進めていくかというところは非常に重要なポイントかなと思っています。で6条2項についてはあの、まあ、二重計上防止するからにはです、ね、相当調整、えー、お互いがまあ日本の場合であれば排出削減、えー、をまあクレジットを使ってまあ減らしたと、えー、するとまあ相手国はです、ね、排出量を増やすわけになるんですけども。 この相当調整はまあどのタイミングでできる、あの、整備できるかっていうのは、このえ供給に一つ与える要因なのかなというふうに考えています。で、ジオサイドを見ますと、えー、まあ日本も含めて韓国、オーストラリア、スイスというのが、NDC の達成にまあ6条を使用するってことをまあえ検討えしてますけども、EU とかですね、それ以外の国はまあ6乗、えー、にはプレジット使用しないということで、えー、まあ短期的には、あの、 そこまで大きな、えーまあ、6条の,、まあ、あの政府の削減目標のところで、まあ、数十億トンとかっていう世界ではあの短期的にはあの需要はないかもしれないんですけどもあの今後その先進国の達成計画というところは、えーまあ、今後の需要の,の鍵になるかなというふうに考えています。 で自主的炭素市場の方はですね、う、え、は、ー、まあ、当面の間、やっぱりこの6条で、えーまあ、取り扱い6条4項であったり、6条の2項の中で認められる2国間とか、ですね、そういったクレジットというのは、まあ、CDM と比べると、なかなか供給というのは、えーまあ、短期的にはすぐ増えない、えー、可能性があるので、まあ、一時的に、まあ、当面の間、自主的なクレジット、まあ、特に VCS だと思いますけれども、それが供給源になるんじゃないかなというふうに考えています。 で供給サイドは先ほどえご説明をした ICVCM が今後どうなっていくのかっていう、どう最終化されるかっていうところ、あと民間え企業さんがまあカーボンニュートラルの目標達成にまあ削減主張えする際には、VCMI の基準がすでに発表されてますけれども、その今後の動向も、需要サイドがどういうふうな形でクレジットを使えるかっていうところは、非常に大きな重要なポイントになってくるかなと思いますので。 こうあの自主的炭素市場のこの市場の取引量を見ると、まあ、かなり増えていてです、ね、2020年には2億トンだったんですけども、それが取引量は今、5億トンになっているということで、まあ、これがその将来、あのいろんな規制だったり、基準が、えーまあ、出てくるのか、それによって、この量というのはもしかしたら変わるかもしれないですし、あのただ、この量というのは非常に今、現時点では皆さん、注目の当たる点かなというふうには考えております。 加藤さんありがとうございます。ここで1点よろしいでしょうか、はい、あのこのスライドの下に図が出ていますけれども、2年間で約5倍ということで、非常に取引量が増えたなと印象を受けるんですけれども、この増えていく傾向っていうのは、今後も続いていくものでしょうかあはい。で、まあ、今現在ですね、特に何かしら規制を、えー、設けたりというところは、 えー、ないかと思いますので、まあ、この需要っていうのは特にカーボンニュートラル製品であったり、まあ、カーボンニュートラルの目標達成に少しでも使いたいというやっぱりニーズから、まあ、この取引量っていうのは、まあのまあ、来年もおそらくまあ増加傾向にあるんじゃないかなとは思っています。 で先ほどご説明した通りあのまあ、今後もしかしたらその将来何かしら規制であったり、えー、まあ、需要供給に与えるまあ何かしらのこう基準がどん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 厳しくなっていくとまあ、もしかしたらこの取引では一時、えー、頭打ちをする時期が来るかもしれないというふうには考えていますちょっとそれがいつ頃かっていうのはあれなんですけどもあのもしかしたら今が 逆に取引引まを、あ、売り時とかですね、供給をする時かもしれないです、まあそれが一つ、もしかしたら取引が上がっている要因の一つなのかもしれないなというふうには考えております、はい、はい、ありがとうございます。続きをお願いいたします、はい、それではですねここから、えっと、パリ協定6条の交渉の、えー、現在の状況について、えー、解説をしたいと思います。であの パリ協定6条ですけども、昨年非常に注目をされまして、これあの、昨年私グラスゴー行った時の、まあ、6条交渉官の集合写真なんですけども、あの、まあ、大枠のルールが昨年決まりました。で、あの、昨年もう本当に閣僚級の会合も、あの、コップ前には何回か開催をされていて、あの非常に政治的に、まあ、交渉を、まあ、政治的なイシューとして交渉が行われてきました。で、今年はですね、どういった交渉かといいますと、 あの一言で言うと技術的というところですごくテクニカルで専門家間ですごく詳細な議論しています。で、まあ、その詳細なあの形が数字でもですねよく表れていましてつくえさんにもいろいろといろんな会合の,あのサポートあのメモとかですね作成いろいろとお手伝いいただいたんですけども。あの ワークショップの数はですね、合計15回ぐらい、あの5月以降あって、まあ、大体 1, 1回3、4時間ぐらいなんですけども、まあ、合計55時間ぐらいで、えーまあ、その間にいろんな意見がですね、各国から出されたり、ワークショップでいろんな発言が各国からされるわけなんですけども、えー、それを踏まえた、えーまあ、専門家、 かでも結構読み応えのあるペーパーというのが、まあ、大体合計で百五十約250ページぐらいのものがちょっと発表されています。これ皆さんも実はあの公開されているのでダウンロード可能なんですよけど結構読むのは辛くてですねあの読んでいてもなんか何度も同じところを読み返してしまうぐらいの,あの結構ボリュームになってきていますで。こういったやっぱり専門家レベルで交渉がかなり えー、今年の COP27 は実施 COP とも呼ばれるぐらいですので、あのやはり昨年、大枠のルールが決まったがゆえに、今、ちょうどこういった実施に向けた、えー、議論が進んでいるのかなと、まあ、あのかなり、えー、テクニカルな話はしていて、大変なんですけども、まあ、着実に前に進んでいるのかなというふうに考えています。COP27 では、じゃあ、どんなスケジュール間で交渉が行われるのか、えー、といいます。まあ、あの昨年も基礎講座 あと6条の基礎講座でもあのご紹介しましたけども、まあ、大きく1週目、2週目というふうに分かれます。で1週目はあの主に専門家レベルで交渉を行うんですけども、あのまあ、に今年日曜開始なので、まあ、11月6日、まあ、7日以降、えー、順次こう 6, 6条の専門家の技術的な議論が行われていくというふうに考えています。まあ、昨年も大体約20時間ぐらいですかね、合計1週間で、まあ、大体1回たり。 2時間から3時間ぐらいですけども、まあ、それぐらいの,あの時間で、えー、交渉が行われると思っています。で、1周目にまあ何回か、えー、あの合意案のテ交渉テキストが出てくるというふうに考えています。で、2周目はあのーまあ、閣僚級がかなり、えー、現地に入ってですね、COP26 では、あのー 閣僚級レベルで、まあ、昨年だとあの山口大臣も、あの前大臣もですね、あのまあ、発言されたりしていて、あの何回かあの会議ありましたけども、今年はその、まあ、かなりテクニカルな話でもあるので、まあ、閣僚レベルでどれだけ議論がされるかというと、そ、まあ、らく多分専門家レベルでの議論でまあ終わるんじゃないかなというふうには考えています。で、優先議題としては、まあ、今年 COP27 では直前ウェビナーの あの他の研究員からもお話ありましたりあり、あの適用資金はやはり優先度が高いため、まあ、エジプト政府のですね、どれだけこの6条の、えー、地震のところに時間を割いてくれるかというのは、非常に、えー、最後、決定をどこまでするかというところの重要な要因になるかなと思っています。でですの,であの いくつかですね、昨年 COP26 で今年決めなければならないことっていうのがあるんですけども、えー、その中からどれだけ絞れるかっていうのが、あの2週目の特に後半の、えー、ポイントになってくるかなというふうに考えています。ではですね、COP27、何を決めなければならないのかというのはですね、えー、とこの実はあのここ、えー、62個と64個でそれぞれ。あの このポツでですね、示したものは、実は昨年 COP26 で、COP27、えー、で決めてくださいという、まあ、宿題が与えられたものになっています。でちょうど今週の月あ、火曜日ですね、10月25日に、えっ、ー、と、UNCC が COP27、えー、の決定要素案というものを発表しています。これ、あの、実はあの、合意文書のまあ骨格となるものなんですけども、えー、実はその中で、えっ、ー、と、まあ、 いくつかの議題については、もうすでに来年に決定、来年まで引き続き検討するというですね、書きりになっています。ですので、まあ、まあ、もちろんその通りになるかは分かりませんけども、おそらくこれらは来年に持ち越しになるんじゃないかなと。で、まあ、今年、えー、決めなければならないもののうち、まあ、6条2個ではこの3つですね。で、6条4個では6つ、えー、になるのかなと思ってます。あの本日はですね、ちょっと時間の関係上ですね、この、えー、紫色でこう、 マークしたところにまフォーカスをして、えー、説明をしていきたいなというふうに考えています。ありがとうございます。はい、ここでもはい1つあのお伺いしたいことがあるんですけれども、あのまスライド中すでに灰色でなっている部分っていうのがまコップ23。来年にま決定を伸ばすということなんですけれどもまあ、今回決まらなかった場合、まいつまでこうした問題を先に伸ばしていけるのか？ 決めないといけないタイミングというのはあるのでしょうかまた、タイミングは、まあ、決めるタイミングが伸びれば伸びるほど、まあ、出てくる問題というのは何かありますかあ,ありがとうございます。つくせに COP23 とコップって言っちゃいました。COP28 です。<笑><笑><笑>えっと、すみません、<の>はい、失礼いたしました。来年の COP28 で,、えっとはい、ですねあの、えっと。いつまでに決めなければならないかというのはですねあの、もちろんですね、あの マンデーと宿題が割り当てられる以上は来年、あのそれはもう今年中に決めなければならないんですけども、まあ、6条の,その大枠のルールというのはまあ3年越しで決めなかったというのがまあ実際のところです,ですので、まあ、できればすぐ決めたほうがいいけども、まあ、それはその各国が合意できるまで、まあまあ、ずっと延期、延長できると、期限を延ばせるというのは一つあります。 で、これがどういう影響が今後与える、その実施面でどういう影響が与えるのかっていうのはですね、まあ、例えばそのクレジュの報告とかこういった審査っていうものがなかなか決まらないとですね、あの、パリ協定の実施で6条はいろんな準備をしなければならないんだけど、まあ、それが結局全く準備が進まないと、 まあ、なかなかその各国でも体制も整わないし、あのクレジットを獲得したいまあ民間企業さんにとっても、結構待ち時間が長くなってしまうと、まあ、そんな一つの影響は考えられるかなというふうに考えていますす、はいはい、ありがとうございます、はい、それではです、ね、ここから、えっと、6条2項と6条4項の、まあ今年の、えーまあ、ポイントについて説明をしていきたいと思います。 でまずあの6条2項のおさらいで、まあ、あのすでに昨年から視聴いただいているまああの参加者の方々にはもうあの繰り返し復習にはなってしまうんですけれどもパリ協定6条というのは1項から9項までありましてで交渉では6条2項6条4項6条8項とこの3つのメカニズムがあの議論されていますであの市場メカニズムクレジットに関するものは6条2項と6条4項になりますで6条2項は あ,のまあ一言で何,何かというとですね、えっとまあ、日本を例に挙げると、まあ、日本は NDC2030 年の目標、あの46%ありますけれども、その目標を達成するために、えーまあ、クレジット、その目標達成にまあ活用できるようにする、えー、仕組みのことを62項、えー、と、われわれ呼んでます。で、その中で使えるクレジットというのは、2国間のメカニズムから生まれるクレジットであったり、あと64項のクレジットというのも、えー、活用できます。 で日本の場合ですと、えっ、ー、と JCM のパートナー国が、あのー、えっ、ー、と昨年からもう、えっ、ー、と7カ国増えてです、ね、今現在24カ国ありますけども、24カ国に、技術ですね、えー、であったり、まあプロジェクトにこう、いろいろと支援をして、えー、で現地で削減した分を日本に移転をして、まあクレジットを目標達成に使う。で、その際には、相当調整という20形状の防止ルール、これ6条の昨年決まった ポイントですけども、まあ、これをしっかりと、えー、適用する、まあ、これがこの6条2項の全、えーまあ、容ですで。この6条2項で、えー、じゃあ今年何を決めるのかというのはですね、えっと、昨年のグラスゴー合意では、えー、6条に参加する国っていうのは、えー、クレジットを報告し,してくださいというのが実はもうすでに決まっています。で、一応ですね、えー、2024年にはいろいろと あのまとまった情報をです、ね、国連に報告するということも、これもグラスゴーで決まっているんですけども、あのこの報告方法をです、ね、どうするかっていうのが、えー、今年議論になります。あの皆さんも日々、ほうれん草をしていると思うんですけども、この報告っていうのは非常に重要で、でこれ、何のためにやるかっていうのは、ですね、えっとまあ、目標達成に使う国が、そのクレジットはちゃんとしっかりしてますよね、あの環境従前性っていうのは、環境とか社会とかそういったところに影響が与えず、まあ あの、ひ、ま、あ一言で言うと品質が高いですよねっていうところなんですけども、であったり、まあ、二重計上してませんよねとか、あと、ま、ちゃんとどれぐらいの、ま、仕様を考えてるんですかって、まあ、そういったところがですね、えー、まあ、目的の一つになっています。で、かあの、だ、誰が報告するかっていうのは、まあ、6条に参加する国で、日本の場合、だと、ま、日本と JCM のパートナー国っていうのは、ま、報告が求められます。で、どのようにっていうのが、今年、えー、一番のポイントで、 えー、報告様式と、まあ、細かなですね、クレジットを、まあ、日本が獲得したり、まあ、相手国も、まあ、日本に移転した場合ですね、その量っていうのをですね、えー、あの、表、表が、あの表っていうのが今議論されてるんですけども、その表を今年決めるということになっています。で、何をっていうのは、えー、獲得したクレジットの情報であったり、まあ、JCM の場合ですと、まあ、JCM の制度の全,全体の概要ですね、それを、まあ、えー、情報提供。 することが報告することが求められますでタイミングとしてはあのグラスゴー合意ではあの初期報告と年次情報と定期情報というこの3つの報告が決まっていますであの年次情報というのは毎年どれだけクレジット、まあ、移転とかしてますかっていうまあ毎年の情報なんですね。で初期報告というのはあの、まあ まあこれ一回限りなんですけど、一回と一回、2024年末までに一回出すっていうのことを想定してるんですけども、今現在、6条に参加する国がどういうメカニズムを考えてますか、あとまあ相当調整はどういうふうにやりますかっていうのを、この初期報告で提出が求められます。定期情報というのはあの一応2年ごとにですね、報告というのが求められていて、一番早いタイミングで2024年末、で、それ以降2年ごとっていう。 形になってきてきいますでこの報告方,向方法がですね、今年決まるとで、これ非常に優先度が高いというふうに各国認識をしています。で、次のポイントが審査ですね。あのレビューされる、まあ、審査受けるとあ私、あの審査受けるのはあんまり好きじゃないですけども、あの審査っていうと、皆さんも多分ちょっとグッと、グッとなると思うんですけども、この報告した情報をどう審査するかっていうのも今年 決めること誰がっていうのはですね、えっと、審査員っていうのは、UNFCC 事務局がですね、選定するんですけども、あのまあ、6条の専門であったり、あと、まあ、過去にこういった同様の審査をです、ねえー、した方、結構日本でもあのレビューアーの方あの、何人かあの違う、えー、プロセスでいるんですけども、そういった方々っていうのが、まあ、主に想定されるのかなと思っています。 で、どうやって、どのようにっていうですね、ところが今年ガイドラインとして採択をされる予定で、で、何をっていうのは、えー、提出をした情報。で、あの、集中審査と機上審査っていうですね、まあ、この二つの方法っていうのは、まあ、今検討されていて、まあ、一箇所に審査員が集まって、まあ、まとまった情報を、まあ、集中的に審査をする方法と、あと、まあ,あ、簡易な内容であれば、まあ、リモートで、まあ、デスクレビューを行う、まあ、そんな方法が、え、検討されているところです。 でタイミングとしては、まあ、あの先ほど2024年末っていうのが一つ定期情報の、えー、タイミングというふうにお伝えしましたけども、まあ、そのおそらく翌年が早くて、えー、レビューが始まるタイミングかなと思っています。であの先ほどの交渉スケジュールの中で、えっとまあ、時間切れだったらまあ優先的にこうあの最後決める事項を選ばなければならないというふうにお伝えしましたけども、まあ、早くて2025年ということであれば、まあ、もしかしたら、えー 交渉時間 COP20 が足りなければ来年持ち越しというのも一つあり得るかなというふうには考えております。この審査は、あの、いろいろと審査員の育成とかも必要になってきますので、えー、非常に今後これは、あの、能力開発が重要な点かなというふうに考えています。 はい、ありがとうございます、えー。審査、そして報告が重要ということが分かりました。ここであの2つお伺いしたいんですけれども、1つ目がま報告について、ま、仮にその誤った情報というのを報告してしまった場合、何か罰則というのはあるのでしょうか？で、もう1つがですね。あのま報告やレビューは、ま、実務的に実施可能な。 制度になっていいくののかというのが質問です特に途上国では、まあ、報告を実施して、まあ、審査を受ける体制というのを、まあ、整備していくのに時間がかかるかなと思うんですけれども、この辺はいかがでしょうかはいありがとうございました。あの罰則は、ですねなんかすごく罰金を払わなければならないとか、そういったものは、えー、今のところの交渉テキストの中では、えー、含まれていないです。あの 基本的にはその提出された情報に間違いがないかチェックっていうところで、まあ、審査員から指摘があれば、まあ、それは訂正するっていう、まあ、対応になるのかなと思っています。で、あの、これまで行われた技術ワークショップでも、あの、まあ、できるだけ、えー、参加する国に負担がないようにっていう意見も出ていたり、あと、まあ、政治的な審査にならないようにっていうですね、そういったやっぱり留意点っていうのが出てきています。で、特に、 あのまあ、ラーニングバイドゥイングっていう言葉がよくこの審査ではあの言われ報告でも言われているのであの、おそらく最初はやっぱり皆さん、学びながらやっていくっていうスタンスになるかなと思ってますで、この審査ガイドラインの中では、えーまあ、審査レビュアーというもの、あの審査員のリ,リードフォーラムというのがなんか予定されているみたいで、まあ、年々、レビューの方法を改善していって、まあ、あの品質の高いこうレビューをしていくっていうようなプロセス。 を想定されているようなので、まあ、初回はまあ皆さん勉強しながらで、今後どん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 、もしかしたら厳しくなるかもしれないということはえ想定されるかなというふうには考えていますす、はい、ありがとうございます、はい、ではですねポ、ポイント3つ目なんですけども、インフラで、あのちょっとここ、あ,のあんまりこう綺麗にまとめられなかったんですけども、 えとクレジットを管理するシステムというのは、あの今のところ6条の中ではです、ねえーと、いくつか、えーえー、決められていてです、ね、一つは、えー、と各国が登録、まあ、6条2項に参加する国、まあ、日本も税収も登録、登録簿というのがありますけども、まあ、各国登録簿というものと、国を管理するものですね。でもう一つは、えー、国際登録簿、えー、途上国みたいにです、ね、クレジット制度の経験がない。 国かなり多いと思うんですけども、まあ、自分たちでやっぱりそういったシステムを作れないので、UN が管理する中で国際登録簿というものが、えー、6条であの昨年、えー、そういったものが、えー、決定されていますで。あと6条4項も、えー、登録簿というのが、えー、昨年決定、あの作るということが決定されているんですけども、今回このインフラのクレジットを管理するところで、まあ、何を決めるかというとですね、あの口座の種類とか、 あと取引の手順であったり、まあ、クレジットをこう、しっかり追跡するための、まあ、これ、我々シリアルナンバーとかって呼んでるんですけども、特定するためのまあ番号とかですね、そういったあの基本的な、まあ、こういった特定番号を作ってくださいねとかですね、こう,こういう口座をが作られますとか、そういったえ仕様が今回決定される見込みです。で、かなりテクニカルであ、あの、かなりですね、この登録後の 開発経験とかあのない国にとってはかなりしんどいんじゃないかなと思うんですけども、あのただこれのインフラがないと、クレジットの記録であったり、取引っというのを行,行うことができないので、まあ、このプラットフォームを作るということは非常に重要かなと思っています。はいでですね、ここから最後の、ね、6条4個のポイントについて説明をしていきたいと思います。で 64項のおさらいなんですけども、あの、条4項というのは、えっと、新たな国連管理のクレジット制度になります。で、あの、CDM の貢献場なので、CDM が、まあ、条4項に移っていくというふうに考えてもらっていいと思います。で、まあ、主な違いをこう、今、あの、このスライドで示しましたけども、えー、っと、まあ、意思決定機関も実は、CDM は京都議定書の下で行われて、えー、管理されてました。あの、実施されていたので、京都議定書提約会議というのが、意思決定機関。 ですすけども項、まあ、パリ協定,定約会議になりますでこの6条4項はです、ね、監督機関というのが、えー、設立を今年七7月にされましたけども、その中でルールが、えー、策定されています。で、まだルールがです、ね、準備中なので、まあ、CDM と比べると、まあ、未だ登録クレジットの発行量はまあゼロ件で、まあ、今後対象となるプロジェクトというのも、まあ、ちょっとまだ未定という段階にあります。 でこんあの、今回、あの、その重要な決定のポイントにする前に、今のですね、制度の運営状況をしょちょっとご紹介すると、今年7月上旬に監督機関のメンバーが選出をされて、まあ、あの、えっと、COP27 前にですね、第3回目の監督機関が、えー、開催される予定です。で、この監督機関のメンバーはですね、えっと、主に6条の交渉官が、 参加をしますで日本からはですね、アジア太平洋地域代表として、あの、関係者のコアクツさんが、えー、メンバーとして選出されています。で、この監督機関はですね、えっ、ー、と、今年何やったかっていうとですね、まず監督機関の自分たちのルールを決めました。あの、えっ、ー、と、例えば、あの低速数どうするかとかですね、あのリモート参加 OK かとか、あと、えっ、ー、と、まあ、いろんなあの利益相反とか、そういったですね、留意点。 メンバーの留意点であったり、あと登録申請費用についてもこ今年決定をしましたし、あと監督機関、あの来年の作業計画といったものもすでに決定されています。COP27 前の第3回で重要なのが追加性ベースラインとかですね、その考え、64条項での考え方であったり、まあ、除去活動はどういったものにしますかっていう、ですね、そういったところが、えーまあ、決定予定です。ただ、まあ もしかしたら来年に検討ということにもなるかもしれないですが、今のところ第3回で議論される予定になっています。COP27 で,では、この64個で何を決定するかっていうのはですね、昨年の枠のルールでは、えーまあ、CDM のプロジェクトを64個に移管できますということが決定したんですけども、そのさらにあの詳細な手続きですね、詳細な細かいところを今回 決めることが想定されていますで現在7,885件の登録 CDM プロジェクトというのがあるんですけども、まあ、そのうち、えー、実はクレジット期間が有効なものというのは3,316件あるんですけども、えっとまあ、それが対象になるんですがそれを移管した後にクレジット期間は最大どれぐらいにしますかとかですね、まあ、クレジット期間の開始はどこまで訴求しますかってう、まあ、そういったところの手続きを今回決めることが 予定されていますで今、現時点でこの3316件のうち、どれぐらいかというのは、ちょっとなかなか分からなくてですね。で、その理由の一つは、あのー、この移管する際にはですね、ホスト国が移管プロジェクトの種類を公表するってことが、まあ、必要になってきているので、まあ、もしかしたら、えー、この手続きが決まった後ですね、ホスト国がそれをどう準備するかによって、えー、国によって若干、こう、移管可能なプロジェクトが変わってくるんじゃないかなというふうには想定をしています。 で、クレジットについては、あのー、まあ、今 CDM、クレジットは CDM 登録簿というところで管理されているんですけども、あのー、それをどう移管するかというのは、この実はし、京都規定書提約会合で、えー、それをどう移管するか。で、このクレジットはどういうふうに6条4項で記録するか。まあ、そういったところが今回、えー、決まることが、えー、想定する。今のところ、プリ2021ユニットというふうにですね、2020年以前のクレジットとして認識するように、 記録するのかみたいなところが、えー、交渉テキスト案では、えーえー、確認できます。で、最後ですね、えっと、条4項の方で、えー、きあの重要な、まあ、決まると想定されているものが、えぇ、ー、まあ、費用に関するものですね。あの、これ、シェアオブプロシーズっていうのを、こう、どう日本語で翻訳するかって、すごく悩んだんですけども、ま、あ一言で言うと、ま、費用かなと思ってですね、えっと、費用というふうに。 えもうここでえ書きましたで費用は2つあって、ですね1つはあの多分皆さんにも関係してくるんですけども、まあ、プロジェクトを作りたい事業者さんがえ申請する際にどれくらいお金が必要なのか、で今のところ、ですね細かな最大っていう費用は決まっていて、まあ、今後、実施の段階でおそらく詳細が決まってくると思うんですけども、削減規模別に最大の登録申請費用というのがこういうふうに決まっています。 で、これ、最終的に、あの、これ、監督機関で合意したんですけども、えー、今回の COP で最終的に、まあ、あの合意確認されるものというふうに考えています。で適用表は来年、あ、すみません、昨年のですね、COP で適用に関しては、えー、クレジット発行の5%をですね、適用に回すということが決まったんですけども、まあ、それをどう現金化するか、どういうふうな形で、えー 支援してていいくのかととうのがつのポイントかなというふうには考えております、はいでえっと、これ、最後のスライドになりますけども、えっと、こういった形で着実に議論は進んでいるんですけども、あの本日ご説明した通り、やっぱり結構ホスト国、プロジェクトを実施したり、あとこの6条の参加する国に対していろいろと求められる事項がかなり多いかなというふうなのは皆さん感じられたかなと思います。 でそうすると、この2000来年以降ですね、実施するには、結構その、特に途上国の支援っていうのが重要なポイントかなと思って、ますあのここ、私なりに、来年重要かなと思われる、えーまあ、サポートの内容を、えー、示してみましたで。そういう意味ではあの、ルール、ルールの細かな話は進んでいくんですけども、どう支援していくかってところが重要なので、今ですね、まあ、日本も含めて、さまざまな国際機関というのが、その支援を、えー のプロググラムであったりトレーニングコースをです、ね、準備していますップ27でおそらくいろんなとこ機関がですね、あのまあ、そういった新たな発表をするかなと考えています。で環境さんからは、えっと、11月16日の日本パビリオンで、えー、パートナーシップ立ち上げイベント、えー、開催予定というふうに伺っているので、あの現地にもし行かれる方はですね、えー、ぜひこちらのイベント参加いただけるとどんな支援、えー、が予定されているかというのが分かるかなと思います。 で、最後、あのー、まあ、いろいろですね、かなりい,いろんな情報が出てきているので、まあ、あの、英国と豪州が出している政府関係機関の、まあ、発表。 あの参考までにまとめていますのであの、お時間ある方はですね、ぜひご覧いただければと思います。で、COP27 についてもですね、えっと、いろいろとエジプトの情報を知りたい方は、えー、あの大サービスで皆さんにあの情報をまとめましたので、ぜひこちらもですね、ご活用いただきながら、えー、COP27 のあ、まあ、一緒に勉強、えー、できればと思います。で、あの、一番重要な我々のイベントとしては、えー、COP27 が終わった後にですね、結果速報ウェビナーを。 えー、やります。あの今まだですね参加登録受付中ですので、ぜひまだ登録してない方はぜひこちらの方、えー、登録して視聴いただければと思います。あの今のところ確かあのもうすでに1000人以上あの登録されているのでぜひ、えー、皆さんふるってご参加いただければと思います。私からの以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい高橋さん説明ありがとうございました、えー。昨年からの1年間のルール作りの進捗と COP27 ではより技術的なポイントに焦点を置いた交渉が進んでいくということが分かりました。さて、ここからは皆様からいただいた質問に回答していきたいと思います。非常に多くのご質問をいただきありがとうございます。お時間が許すまで回答していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは高橋さん、お願いいたします。あはい あの本日もたくさん、えー、ご質問いただきまして、あ,のありがとうございます。えーとすね、まず1つ目のですね、えーと、ご質問ですけども、初歩的な質問で、えー、恐縮です。国連主導の、えー、カーボンクレジットである CDM ですけども、まあ、ボランタリークレジットや各国の、えー、カーボンクレジット制度よりも取り引き量は少ないという認識です。えー、国連主導の CDM は手続きが煩雑であるためあの、利用が少ない、進んでいないんでしょうかという。 ご質問ですけどもあの、まあ、京都議定書の時には、これあの、国連の CDM のクレジットがもうほとんどでした。で、CDM はですねと、今現時点でまあなぜ取引量が少ないかというのは、まあ、CDM はですね、えっとまあ、64個に移管が決まったんですけども、その移管する時のです、ねえっときの、まあ、条件の一つとして、まあ、20年2013年に登録。えー された2013年以降に登録されたプロジェクトからクレジット、そのプロジェクトからのクレジットを、まあ、活用できるというふうなことが一つ決まっています。で、実は2013年以降登録プロジェクトは相当少なくなっていまして、であとまあ6条の,昨年,の昨年までの交渉では、実はあの古いクレジットっていうのは、将来のパリ協定の目標達成に使うということはできるだけ避けた方がいいというですね、そういった意見がかなり多かった。 ですでまあ、そういった意味から、えー、この取引量は、まあ、できるだけ CDM の方はまあ避けるという、ですねそういったまあ動きのため取引量が少ないというふうに考えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。2つ目の、えー、とですね。 NDC 達成に6条を使用しないとしている国は、えー、どういった、えー、理由からそのような方針にしているんでしょうかというご質問をいただいています。まあ、相当調整を行えば、えー、済むというものではないのでしょうかと。でこ,ここはですね、えーとまあ、特に、まあ、EU とかはですね、あのまあ、基本は、えー、NDC の達成は国内努力で全部やります。 まあそういった方針がまあ明確なのかなというふうに考えています。あの国内で、国,あ国内と言いますか、EU 域内ですね、EU 域内とか、あと EU に所属している、まあ、あの国なんかまあ基本は自国内の努力で削減、えー、をしていく。えー、で、さらにそれに、まあ、野心、野心的と言いますか、追加的にまあ自国で達成した上でえで、ー、海外からの分を、まあ。えー 調達して、まあ、それを、えーつまあ、使うといいますか、それをあの支援をすれば、まあ、追加的な努力として、まあ、認識されるので、まあ、そういった多分ですね、まあ、将来の、えー、自分たちの達成計画のまあ方針の違いっていうのは一つあるんじゃないかなというふうに考えています。あのでまあ、相当調整を行えばまあ済むっていうところですね、これ、あの非常に重要なポイントかなと思っていてですね、結構、獲得しても相当調整を行うと、まあ、相当調整ってあの、 クレジットを獲得した分のを、えっと、NDC の実施期間で、えー、割るんですね。なので、まあ、NDC 実施期間が10年であれば、10年間で獲得した分をまあ10で割ると、助するということであの、結果10分の1にはなってしまうんですね。使えるクレジットというのが。まあ、そ,うそういう意味ではまああの、相当調整を行ったらいいんでしょうけど、まあ、あの最初に述べたとおりですね、えー、基本、あの 削減目標の達成のその計画の間違いからそのような方針にしているのかなというふうに考えています。で、もう次のご質問ですけども、えー、テクニカルな交渉なら、COP、えー、開催期間中でなくてもできるはずですけども、えー、なぜ COP 期間なのですかっていう、あの、えっ、ー、とですね、これはですね、あの、国連の,あの交渉のルールで、あの、 意思決定ですね、ルールを決定するには、一応、そのパリ協定締約国会合というところで、最後、合意をする。まあ、それが一番重要です。で、間のですね、そのやっぱり COP、えー、では時間が足りな,な,い,ないので、その COP でより効率的に議論するために、その間、間であの複数回、ワークショップであったり交渉が行われているんですね。なので、COP 開催期間外でも、 あの議論はされているんですけども、最終的な合意意思決定は、あのパリ協定締約会合というのが、パリ協定のルールを決定する場でありますので、えー、なので、コップ期間に最後は決定しなければならないということです。はい、で次の質問がですね、と素朴な、えー、疑問です。6条のような制度は、えー、排出削減目標が X% 減といった際には意義が分かるのですが、世界的なかゼロカーボンが必要と言われている昨今、途上国は6条をどのように理解しているのでしょうか。GHG 排出の減らしやすい部分を先進国と一緒に取り組んで、そのクレジットの一部を先進国に持っていかれるといずれはその途上国でゼロカーボンを達成するときによりその実現が困難となって、長期的には6条に加わる方が、途上国はゼロカーボンの実現の負担が重くなることにはならないのでしょうか。 えっとですね、ここは、えっ、ー、と、途上国側ですね、あの、6条の理解っていうのは、まあ結構様々、えー、なのが、今のですね、現状になっています。で、これ、どういうことかというとですね、えっ、ー、と、まあ、結構あの、6条をおそらく、まあカー、イコールカーボンクレジットというふうにまあ認識している、まあ、国はですね、まあおそらく CDM と同じような感じで、多分皆さんですね、 あの先進国からの技術とまあ資金、あと、いろんな取引できるということをまああのも考えている国いらっしゃると思うんですけども、結構やっぱりパリ協定なので、6条と CDM は違うっていうやっぱり理解がまあ結構最近深まってきているかなというふうに考えています。で、そういう意味では途上国の中でも、 相当調整であったり、まあ、クレジットがたくさん持ってかれるとちょっと困るよねっていうところで、国内でですね、そういったあの海外移転を、クレジットを海外移転する際には、まああのーまあ、留意すべき点などをですね、今検討している国、えー、ちょっとずつ増えてきているかなと思っています。で、その一つのまあ事例としては、インドネシアなんですけども、あのー、確かおとといに環境林業省ですね、環境心理省が、 あのまあ、海外クレジットの移転に関してちょっと言及をした確か大症例ですかね大人例にあると思うんですけども、えー、発表されていてそこでは NDC の達成にまあ影響を与えるクレジットについては、まあ、あまあ留意するような書きぶりがありましたで相当調整も含めて今後その6条をまあ理解を促進していくともしかしたらその NDC の目標達成に影響がしうるということで、まあ、例えばクレジットの 移転の交渉なんかには一つもしかしたら影響は出てくる可能性は高いかなと思っています。逆にその,あの、えーとまあ、6条で、えー、といろんなクレジットはあの移転はするけども、まあ、その相手先進国の支援がないと進まないようなセクター、えー、とかであれば、まあ、そういったあの支援も出てくるかもしれないあのそういったニーズも出てくるかもしれないですけども。あの まあ中長的なおそらくこの目標達成の考え方というのは、まあ、先進国に限らず、えー、プロジェクトを実施する途上国でもこれは重要になってくるかなというふうに考えています。はい。で、NDC、次の質問はですね、NDC のカウントにクレジットを使わない国にとっては、パリ協定は、えー、どういう、6条はどういう意味を持つのでしょうかということは、これはですね、と、まあ、先ほど、えっと、に一部回答は、した部分もあるんですけども、 えっと、なんかド、ドイツ政府なんかは、まあ自分たちは目標には使わないけども、その先進国に、まあ先進国から途上国にいろんなキャパビルをすることが重要なんだってことを、まあ結構いろんなところで言っていて、で、まあ、それはもしかしたら意味するところ、あのいろんなキャパビルをやって、えー、まあ途上国の野心を高めていきたいっていうのは一つあるのかなと思って、 でそれはですねあの、クレジットをあんまりこう出さないように厳しくするっていうことをもしかしたらキャパビルしたい国も先進国の中にいるかもしれないですし、あのただ、あの他のです、ね、途上国のキャパビルニーズを聞いてみると、中南米なんかは結構ですね6条とカーボンプライシング、あの排出量取引制度であったり、炭素税と6条なんをつなげるような、えー、実はキャパビルニーズというのが調査、あの国連が調査した結果から分かって。 できていますでその内容を見るとまあ,あのもしかしたら、えー、クレジットを使わないけども、えーとまあ、6条に参加をしている先進国なんかはそういった将来的にはその、まあ、クレジットとは違うあのカーボンあのハイスルートリキスートとかですねそういった炭素税を、まあ、6条とリンクさせる、まあ、そういったことも狙いの一つとして、まあ、6条でキャパピールを実施するっていう国ももしかしたらいるんじゃないかなというふうには考えています。 で次がですね、えっと、6条2項に基、えー、づく NDC に貢献する民間主導のカーボンクレジットの中長期的な見通しについて、えー、どのように考えますかまた政府主導と民間主導のクレジットはどのように積み分け、えー、される予定でしょうかえっとですね、ここは、あのー、ちょ、なかなかですね、えっと、どうなるかというのはなかなか見えないところはあるんですけども、えっと、まあ、一つ、 あるののはですねと、まあ、特に2 2つ目のご質問の政府主導と民間主導のクレジットがどのように積み分けられるかというところは、えっと、これなかなかむ積み分けが難しいんですけども、まあ、1つの議論としてあるのは、そのまあ、政府主導と民間主導、まあ、政府上といいますか、国連が関与していたり、政府が主導していたり、まあ、民間が主導しているものを、まあ、できるだけ、えー、標準化といいますか、同じような まあ、スタンダードにするといいよねっていうような議論も一つ出てきているかなと思っていてもしかしたらその,あのクレジット制度のまあ基準みたいなのがあんまりこう境目がもしかしたら、えー、なくなるっていうことも一つ想定はされるかなと思っていますあの現時点ではあの中長期的には多分民間国連あと二国間みたいな形でそれぞれが積み分け、えー、されているとは思うんですけどもあの将来的にはそれこがあの リンクしていく。同じようなものとして、えー、共通化されていくってことは一つあり得るかなと思っています。で、民間主導のその、あすみません、えっと、先ほどのあれですね、えっと、あれ、消えちゃいましたかね。すいません、ちょっとさ、あの、見失ってしまったので、そい <laughs> ま次の質問で、あの、あの、先ほどのは、あの、後日の回答とさせていただければと思います。はい。 で次の質問はですね、クレジットが大量発行されて、えー、それを活用したネットゼロを、えー、許容すると、実質的な策につながらないと思うんですけどもあの、国際社会では問題視されていないんでしょうか、えー、そもそものベースラインの設定がまいと、えー、本末転倒だと思いますというご質問いただいています。で、あの、これはですね、クレジットが大量発行されることは、あの、COP26 でも、まあ、COP26 前でもですね、まあ、過去のクレジット クレジットを、えー、大量に、まあ、目標に使うと、まあ、それは野心が低いとかですね、あとまあ環境従前性あの、各国の目標が野心が低くなってしまうというあの懸念はあの皆さんで共有されてましたであの、それがあの、まあ、過去の、ね、CDM のクレジットを、まあ、パリ協定へ移管できるようにするかというのは、一つの昨年までの政治的な意新の一つでありました。 でまあ、それがように3年間、あの交渉が時間がかかってしまったんですけれども、まあ、最終的にそれがまあ遺憾すること決まりはしましたけども、あのンホセ原則というですね環境従前性をまあ確保したい、まあ、意識高い、ですね、まあ、野心の高いグループっていうのは、過去のクレジット使えませんっていうあの風にも宣言してますので、まあ、ここはですね、えー、コップの場ではそういった認識は。 共有はされているものの、まあ、結局それはそれぞれの国ごとに、えー、方針が違っているというのが、えー、現実かなと思っています。で、まあ、ベースラインの設定が甘いと本末転倒だと思いますであのご指摘のとおりで、実はあの6条4項の監督機関では、今、ベースラインの考え方、えー、議論しているというふうにご説明、今日ご紹介しましたけれども、えーと、その一つの案としては、定期的に、えー ベースラインを下げていくっていうことが実は議論の一つになっています。で、もう一つはどうディスカウントするかってところが一つ、えー、重要になってきてますので、もしそれがまあ6条4項で決定すると、今後方法論を作っていくときには、まあ、かなり厳格なベースラインの設定になっていくんじゃないかなと思います。はい、えー。次のご質問が、えっ、ー、と、6条2項に基づく、あ、それは、あ、これ先ほど、はい、そうですね、あれですね。はい その次が、えーね、SBT 上ではクレジットによるスコープ1の削減は認められず、えー、GHA プロトコル上にもクレジットの扱いはまだ決まっていないのかですがパリ協定下のクレジットはどのような削減とオフセットされるのでしょうか、まあ、国が認めればどんな排出に対してもオフセット可能になるということを想定されるのでしょうかこれは今のところそういった SBT ほどの厳しさであのこれはできないとかそういったあのルールは今決まって いいないので基本は各国が承認するものについて、まあ、特にあの6条2項とかですね各国が承認するものについては、まあまあ、削減に活用できるということが今のルールかなと考えております。はいえー、その次がですね、えっと、ご紹介になった10月25日の UNFCC 非公式文書は我々もクあこれあの皆さんアクセス可能です。あの で緩和作業、これはですね6条のみの非公式文書ですので、緩和作業計画、適用ロスダメは、その非公式文書が出てるかって、ちょっと私、わからないんですけども、おそらくあの6条は6条で出て、個別に出ていたので、ちょっとあのこれは確認をさせていただければと思います。もしかしたら、そういった要請が交渉の中で出ていなければ、作成されていない可能性はあるかなというふうに思います。 そ、はい、そろそろでですすすかかね時間はは大丈夫ですか、はい、はい、はい、ありがとうござまたくさんの質問に回答いただきありがとうございました。はいえー、まだお答えしたいところではありますが、そろそろ終了の時間が近づきましたので、ここまでとしたいと思います。えー、皆様、たくさんの質問をいただきありがとうございました。本日回答できなかった質問に関しましては、 後日、兵器館のホームページにて Q&A 集として掲載いたしますので、そちらをぜひご覧ください。今回は高橋副ディレクターに COP27 の焦点、パリ協定6条のルールメイキングの最新動向と題して、6条のルール作りの最新の動き、COP27 での注目点について解説していただきました。 さて、最後に今後の気候変動ウェビナーシリーズとアンケートのご案内です。すでにご案内させていただきましたが、次回のウェビナーは11月25日に COP27 結果速報ウェビナーを配信いたします。また、過去に配信しましたウェビナーの動画も、その Q&A 集とともにホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。最後にアンケートのお願いです。 本ウェビナーをさらに充実したものとしたく、皆様のご意見、ご感想をお寄せください。また、今後聞いてみたいテーマなどありましたら、こちらもぜひ教えてください。最後に表示されます画面にご記入いただくか、または後日お送りする E メールよりアンケートへの回答をお願いいたします。皆様からのフィードバックは、今後の参考とするのみならず、運営側の励みとなりますので、 ぜひ簡単で結構ですので、ご協力をお願いいたします。事務局からのご案内はここまでです。以上をもちまして、気候変動ウェビナーシリーズ炭素市場トラックを終了いたします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次のウェビナーでお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。